後ろからも魔物が私たちを追ってきたようです。挟まれたようだ。これってまずい状況よね。ねえ、どうするの？作戦は考えてある。まず俺が前方の魔物に向かって切りかかる。その隙に残りのみんなは広場の左右に分かれて武器を構える。そして俺がまた長いやつ。要は魔物をこっちにおびき寄せて挟み撃ちにしちゃおうってことよね。そうだ。それじゃあすぐに。どいたどいた、邪魔で禁止よ。ゼシカ、こっちは片付いたでガス。マッツでガス、こんなとこで何をぶちかます気でゲスか。みんな、サルでガス。大丈夫でガスか。怪我がなくてよかったでゲス。これですっきりしたわ。って、あら、もしかして私ちょっとやりすぎちゃったのかしら。ちょっとどころじゃないでガス。あとちょっとで巻き込まれてお駄物するとこだったでゲス。はいはい、すいませんでしたと。これだからおっさんはちょっとのことでガタガタうるさいんだ。おっさんって言うな。あしにはヤンガスっていう立派な名前がある。助けてくれてありがとう。あなたたちは？信じてもらえないでしょうけど、私たちたった今別の世界から来たところなの。私はゼシカ、こっちのおっさんはヤンガスよ。この世界の魔物たちに異変が起こってるんでしょ。その原因を調べてほしいってある人じゃないか、友達に頼まれてるのよ。またしても別世界の一体どうなっておるんじゃ。しかもアリーナやテリーたちと違ってこっちの事情をすでに知っているようですね。まあそういうわけでちょっと先を急いでるの。それじゃあね。ちょっと待つでガス。勝手に行くんじゃねえでゲスよ。なんだか不思議な人たちね。面白いじゃない。ほらあそこでまた喧嘩してるわ。道が分かれてるからどっちに進むかで揉めてるのよ。人ごとではないぞ。わしらもどっちに進むか決めんとな。行っちゃったわ。俺たちはどちらか一方に合流しよう。戦力の分散は敵の思うつぼ。それにもうまた長いやつ。早くどっちかに決めて追いかけましょう。私たちで何とかしなきゃ。凄まじかったの。あれだけの魔法の使い手はこの世界にもそうそういないわ。私の魔法の力は賢者と言われたご先祖様から受け継いだの。ご先祖様にはまだ及ばないけど、そう言ってもらえると嬉しいわ。まったく、ヤンガスったらちゃんと戦ってるのかしら。もう、
なけりゃいないでどうしてるか気になっちゃうわ。その気になってしまわれます。ここが正念場ね。気合い入れ直して行くわよ。よし、一丁上がりじゃ。